こんにちは、ロジラ TV です。今日は四条烏丸エリアの居酒屋さんをご紹介しようと思ってるんですけど、実はね、私によく行くんですよ。よく行く居酒屋なんで、よく行くかっていうと、まあ、居心地がいいのと、まあ、メニューも種類が多いのと安いので、ちょっと飲みに行こうかっていう時は、あ、じゃあとりあえずここ行こうっていう、そういうお店なんですけどね、リラクというお店に行きたいと思います。で、今日はね、ちょっとゲストが2人いて重大発表があるんですよ。まあ、この辺もね、ちょっとお店着いてからしたいと思いますんで、ご覧いただけたらと思います。じゃあ早速行ってきます。あ、お待たせしました。お待ちしてました。じゃあ、まあ、乾杯しますか。はい、一旦ね、はい、やったー、はい、乾杯お願いします。生きてましたね、今日は一日。今日は、まあ、ちょっと2人のね、はい、紹介をしておきますと、エリカさんとほのかちゃん、はいはい、そうです。実はあのロジウラ TV ですね、新チャンネルをやることになりまして、ロジウラ TV の SNS をね見てる人はねご存知なんですよ、うん、あ、 Twitter とかインスタを見てる方はご存知なんですけど、 YouTube だけ見てる方は多分知らなくて、うんうんうん、今日情報初出し、やった、はい。でね、まあ、どんなチャンネルかというと、京都エンタメ TV というチャンネルで、今まで京都のグルメを路地裏 TV でずっとこうやってきたんですけど、京都の魅力ってグルメ以外にもいっぱいあるんで、ね、まあ、観光地もそうですし、まあ、暮らしてる人とかね、まあ、いろんな面白いエンタメ要素が京都はあるので、グルメだけじゃない京都全体をこう紹介していくようなチャンネルを新しく始めます。始まります。で、まあね、僭越ながらオーディションみたいなことをやらせていただいて、はい、で、ちょっとね、緊張しましたね、オーディションね。今度圧迫面接が、圧迫面接一応だから3時までね、選考があったんですよね、一応ね。まあ、そうか、書類から言えたら、ね、1、2、3ありまして、まあ、お二人がリポーターでですね、出てもらうと。私、おしゃべりディレクターということで、ちょっとあんまり映像には映らない、一歩引いた感じ。寂しい、めっちゃ笑ってる。何も思ってない。めっちゃ笑ってる。全然思ってない。この動画が上がってる、多分同時のタイミングで京都エンタメ TV の動画が上がってると思います、うん、一発目のね。ですので、ぜひ概要欄に貼っておくので、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします、はい、ぜひ、ね、よろしく。ということで、今日はお二人ゲストで、はい、やったー、はい、ちょっとワイワイ、私がよく来る居酒屋さんでご招待いただきました、はい、飲み食べしたいと思います。やったー、いただきます。ちなみにこのリラクさんは、これね、もうだいぶ早いことタッチパネルを導入されてて、そうなんですよ。で、僕タッチパネルあんま好きじゃないんですよ、もともとお店の人との距離感ができて、うん、好きじゃないんですけど、これめちゃくちゃ使いやすくて、うん、ここに関してはこれが好き。まあ、大将とかもまあ喋るんですけど、うん、別になんかもう喋ってた時に喋って、うん、オーダーは別にこれでピュピュピュってやったらいいやんっていう。牛すじはね、もうずっと名物なんですよ、ここ。こちらの、はい、あのね、色がすごい、そしてすんごいごぼう入ってるんだ。うまい、すごいよね、進化してる気がするな。そうなんだ、はい、いかがですか。そうそうそう、今ます、あれ進化してます。うん、肉感がめっちゃ強なってる気がする、前より。めっちゃ油美味しいんですけど、うん、溶ける、溶けたよ。めっちゃ美味しい。上手に耐えたはる。上手に耐えたはる。お母さんかな、お母さんかな、お母さんかな、お母さんやろな、今。これね、やっぱマストオーダーですよ、うん、本当にお肉の美味しさだと、この煮込みの味わい、しっかり感じますね。これとビールはマストですね、うん、ということで、ビール頼んでもいいですか、はい、どうぞどうぞどうぞこの眺めに任せて、いけ。厚揚げ、厚揚げ来ましたよ。厚揚げまで、すみません、いただいて。これ厚揚げは揚げたてらしいんで、オーダー通ってから揚げてはるんですよね。今日はエリさんが、ハラレを書くの黒七味を覚えましたので、初めて使ってみます。ここの撮影をする前に、
エンタメ TV の撮影をしてたんですよ。原良角さんね、ちょっと、うん、そこで登場したんでね。下開けるんじゃないんですよ、ここの鼻の部分を。すごいすごいすごい。今日覚えたこと全部発表するやん。すごいな、覚えたての知識。覚えたての知識をアップクットの速さ、うん、そう。いやーです、美味しい。すごい、外パリパリだ。一口で熱そうです。うます、めちゃくちゃうます。この厚揚げうまいな。何、ふわふわサクサク。中はふわふわで、外がで、ね、カリカリなんですよ。へ、うん、なんかこう一見気が強いんかなと思って付き合ったらめっちゃ優しかったみたいな。わ、まあ、かりやすい。芽キャベツ節。芽キャベツ好きや。私に大好き。うん、美味しいよね、うまみが詰まってる、まあ、よくあのフレンチとかイタリアンで登場しがちですけど ね、うん、ね、居酒屋でこの串でいただけるっていうのはいいですね。ニュートリーいかがですか。何も言えねえ。いやいや、そこで聞こえるのこれちょっと終わってるし、ね、コースだいぶ前だよね。新しい水泳もうすぐ始まるし、平成には分かんない。何も言えねえがずっと旬やと思ってたんですけど、ね、もうダメなんですよ。ダメなんですか。はい、先生にはもう通常しないです。あれ何オリンピックでしたっけ、あれ。いや、なんか私に聞かないでくださいって。え、あれ何のオリンピックやったっけな。一人で飲んで食べた。こアテネ並びに北京オリンピックも両方言ってます。2冠金メダリスト言ったん。どっちかする多分。でもあ2回後の方ですわ。あとの方、うん、前の方はね、超気持ちいい、超気持ちいい、うん、そうそうそう、よし、なんで。何年前ですか、アテネ、8年で。2004年、アテネ。20年前ぐらいですね。2008年が何も言うね。ありがとうございます。メキャベツ今だけですか。そう、もう、もうないですか。あ、やっぱりそうですか。めっちゃうまいですね、これ。めっちゃ美味しいです。居酒屋さんって焼き鳥が美味しくないことが多いんですよ。やっぱり焼き鳥は焼き鳥屋さん行ったら方が絶対美味しいですよね。ここは違う。ここは違う。ちゃんと美味しいです。他にもメニュー豊富やけれども、うん、焼き鳥ちゃんと美味しい。じゃあとりあえず第一希望選手発表。はい。第一、はい、一回ドラフトしましょう。ドラフトしますか。第一希望選手エリカ心。おお。第一希望選手ユート D ココロ。どう、え、大谷なの。大谷、大谷、大谷、ココロ、まさかの大谷だ。大谷かな。じゃあもうココロの対決してください。あ、じゃあ最初はグー。ちょっと待ってください、本気のやつです。さっき言うのやるのか。これがこの世で一番意味ないって言われてます。え、ちょっと待って。いつもすんねんけど。最初はグー以上に。じゃんけんめっちゃ弱いからこれで。それでや、弱いの。それで、うん、これのせい。そう、うん、監督で。じゃんけん、ほら、やったからな。いただきます。こういうとこ A じゃないからね、うん、あ、D も綺麗に処理してある。すごいね、見てるとこが。え、もうフルムチュア、プリプリや。タレめっちゃあっさりしてますね。めっちゃ美味しい。うわ、すごい。心も全く臭みなし、うん、プリプリ。それやっぱり処理がいいところなんです。処理ですね、うん、ここ結構あの心臓なんで、うん、血がね溜まりやすいですよ、うん、それをいかに綺麗に取るかっていうのが臭みを取る、手間かかりますね。手間かかるんですよ。ということでボンジリは私がいただいてもいいですか。どうぞどうぞどうぞ。何にしてます、これは。これは名物ですね、うん。このスープはめっちゃ好きやったんですよ。店員一好きやったら、うん、私も店員、うん、結構とろみがあって鶏の濃厚な旨みがねすごい凝縮されてる。おいしい。鍋っぽいのかなとか全然違います、ね、うん、やっぱコクがすごい。これなんか麺がちょっとこうなんか全粒粉っぽいのが入ってるなと思ったら、これ胚芽が入ってるらしいんですよ。へえ、ね、
ますね。ラーメン屋をやりなはれと言いたくなるぐらい、はい、うます、うます。麺がねすごいね輪郭があるんですよ。輪郭硬いとかじゃなくて、うん、なんかねそばっぽい感じ、すごいしっかりこうカーッと感じるんですよ。めっちゃ角張ってる感じありますね、うん。スープはすごいコクがあって旨味が強いんで、それをこうまろやかにしてくれるみたいな。この麺とスープの相性がすごい良くて、うん、うまっ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 、うん。こういう何食べても美味しくて安いお店がリラクさんね。リラク、はい、確かに。はい、ということで今回はね京都エンタメ TV のメインリポーターのお二人に出ていただきましたけどもね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。路地裏 TV に出演することは多分あんまりないと思うんですけど、そのエンタメ TV というところで、ね、もうメインで私はちょっと一歩引いてねガンガン出てもらえるんでね、こういうなんかちょっとご飯行こうっていう時にすごい重宝するお店なんですよ、うん、リラクさんは、うん、はい、そうなんですよ。締めのラーメンこれ絶対頼んでほしい、うん、やっぱ安いですからね。あと人もいいですね、うん、そうなんですよ、そうなんですよ、頼む時の、そうなんです。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。京都エンタメ TV チャンネル登録ねぜひよろしくお願いします。非常にねキャラ立ちしてるお二人なんでまあ、ね、深い部分はまたエンタメ TV の方で掘り下げていきますんでね、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。